はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸三をお送りします。で、これでね、等差数列3本目で、前回も問題演習やったんですが、今回も続きで問題演習を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番がですね、まあ、一般項がわからないんですが、第2項と第7項が出てると。で、その等差数列が、第何項で、初めて負の数になるかを求めようっていう問題。で、これはですね、問題によっては、その初めて、今回負の数ですけど、初めて100より大きい数とか、100より小さい数とか、まあ、いろんなのが出てくるんですけど、解き方はどのパターンでも同じです。で、必要なことは、一般項を出さないと勝負ができないので、まず一般項を出しに行きます。で、1番は、一般項書いてないけどね。第2項と第7項。まあ、2つ分の項が分かってるから、これ前の動画でやったね、やり方そのまま使います。で、一般項が、公式がね、a プラス n マイナス 1d。これが公式なので、まあ、それに当てはめていくと。で、第2項だから n に2を入れると、a プラス d。それが80だよ。で、第7項なんで、n に7入れて、a プラス 6d。これが65だよって。で、この連立を解きます。そうすると一般項出るからね。まあ、詳しくは1個前の動画で見てみてください。で、これを、a がね、まあ、ここはいつも揃うんで、引き算をすると、マイナス 5d。で、こっちが15か。つまり、d はマイナス3になります。で、まあ上のが楽だね。ここにマイナス3を代入して、こっちに持ってくると、ちょっと順番がなくなっちゃったけど、A は、暗算でごめんよ。83になると。つまり、一般項は、ここにね、もう一回戻せばいいので、AN イコール83プラス N マイナス1かける D なんで、マイナス3となります。で、これを、展開してあげるとマイナス 3n プラス86と、これが一般項ね。で、一般項出しました。で、これが負になる時を求めたいんだよね。負になる時、つまり負になるってことはマイナス 3n プラス86が負になる、だから0より小さくなればいいんだよね。これ負になるってことだから。で、さっきも言ったように、もし100より小さいだったら、100より、ここが100だね。100より小さい。100より大きいとかだったら、100にして、第何に変える。ってやればいい。あとはそれ解くだけだから。で、これを解くと、86、こっちに持ってって、マイナス86でしょ。で、両辺マイナス3で割ると、マイナスで処理をしたので、ここ変わります、向きが。で、86と3で割り切れないんで、3分の86ってなる。これ大体ね、割り切れないです、ここの問題。で、これを、86÷3、筆算してもらって、小数にしてください。ちょっとこのままだとね、勝負ができないので。で、ちょっと暗算いきますね。3には6。26やから、8324、20だから、あと6が続くかな。多分こう 28.666 になると思います。で、これで何がわかるかっていうと、結局 N がね、その 28.6666 より大きくなってくれれば全部負の数なんです。それ、その N がね、その項よりいけば全部負の数になるってことを表してるの。負になるとき求めてるからね。でも、その中でも初めて負の数になるって言ってるから、つまりこれを一番最初に満たす負の数 n を求めればいい。で、28.66 より大きい数って29だよね。もちろん30とかもあるけど、一番最初、一番小さい数は29になるから、つまり、これ答え下は無理だよね。なんでここに書こうか。n は29だから、答えは、第29項と。
というふうになります。 28.66 より大きいからね。これは小さいだったら28になりますけど、今度っていうふうに解いてください。で、あれか、小だ、この、小だって字だ。ちょっと焦点をね、合わせますんで、ごめんね、ちょっと待って待っていい？あ、ごめん、ずれてしまった。よいしょ。ちょっと戻します。ごめんね、動いてしまった。で、丸2番なんですが、今度は、また、まあ、等差数列をなす、まあ、等差数列になっている3つの数があります。で、その和が15、積が45です。で、3つの数、求めてください。っていう問題。でこれはですね、まあ一般項とかではなくって3つの数を置いてしまいます、文字を使って。で実際置き方っていうのは本当何パターンもあるんだよ。でね、こうしようか、まあ、と置くと、ちょっと隙間空きますけどね、まあ、待って3つの数今置いていきたいんだけど、一番最初 A って置くパターンと一番真ん中、一番だよね、真ん中を A って置くパターンがあります。でこれね、先生によって違ったりするんですが、個人的にはここ A って置きます。俺は真ん中を、なのでここを A って置く。でやっちゃいけないのは3つの数なんで ABC とかって置いてしまうこと。文字をたくさん使えば使うほど式が必要になってしまうので ABC3 つ置くと厳しいです、この問題は。で2つの文字をしたいんですが、今等差数列でしょ、ってことはここが A だったら、で初項じゃねえや、1個 A って決めて交差を D とします。ちょっと今回途中式用に書かないんで、ごめんね、こういう吹き出しみたいな感じで書いちゃうけど、交差を D って考えれば A の次に出てくるね、次に出てくる数字っていうのは A に交差の D を足したものだよね。 D ずつ増えていくんだから、等差数列っていうのは。つまりここは A 足す D って置くことができる。で逆に A より戻したいんだから、ここは A 引く D ってすることができます。でこうやって置けばいい。で最初をもし A って置くと A 足す D、 A 足す 2D になります。 D ずつ増えていくからね。でもちろんそれでも解くことができるんですが、こっちの方が楽です。でなぜかっていうと、あとはその和、つまり3つ足したものが15、3つかけたものが45、この式を解けば終わりです。で和の方あるでしょ、足す方、これね3つ足すじゃん、 D 消えるんだよね。つまり足した方だからちゃんと書くと A-D プラス A でしょ、足す A プラス D、 これ和だからこれが15になると。で D が消えて残るの 3A なんだよね、イコール15、ちょっとこっち行くよ、つまり3で割るから A は5って分かるんですけれど、 A 足す D、 A 足す 2D でやってしまうと A も D も両方残っちゃうんだよね。そうちょっとめんどくさいので、まあ、先を見越してこっちの方が楽ですね、和の時は。で積は3つ書けます。で3つ書くとこう書けなきゃいけないんですけど、ちょっと順番変えていいですか。先に A を書いてA-D、A プラス D、これが45です。でもちろんこっちを展開して解いてても構わないんだけど、今もう A が5って分かってるので、これまだ下入るから、ここちょっと5にしようか。5でしょ。で、中も変えちゃおうね。5-D、5プラス D、イコール45。まあ、やり方はね、好きすぎて構わないんだけど、まず両辺5で約分します。じゃあ、まあ割るか。5で割ってしまえば、ここ消えるからさ、 5-D、 5プラス D、イコール9になる。で、これも公式だよね、ほにゃららマイナス、ほにゃらら、ほにゃららプラス、ほにゃららで中学でやった展開の公式使えるので、 25-D の2乗、イコール9です。で、まだいけるよね。で、これちょっとまとめると D の2乗で16か、つまり2乗を消す代わりに右辺プラスマイナスルートがつきます。プラスマイナスルート16、ルート16は4と同じなのでプラスマイナス4と出てくる。で、あ、これ D が2つあるから答え2つあるんだっていうふうに思われがちなんですが、答え1通りしかありません。で、なぜかっていうと、例えば D がプラス4だと思ってください。プラス4で A が5でしょ。で、そうすると
まあ、真ん中の数字5なんだよね。5。D が4だから、5足す4でこっち9です。5引く4で1です。で、実際答えこれなんです。159。これが答えになる。で、マイナス4の方を入れると、5で、5引く4で1。5引くマイナス4。つまり5足す4で9になるんです。結局出てくる答え159で同じなのね。順番が変わっただけで。で、今は3つの数を求めたいだけなので、それ答えとして重複してるから、これで1つだけで大丈夫という感じになります。いいかな？では、今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次なんですけど、一本動画が入って、ちょっと撮った後に丸4に続きます。で、次ですね、調和数列っていう、ちょっと特殊な数列をやるんですが、それを一本撮って、その次、また後に、等差数列と、その和丸4と続いていく形になりますので、もしよかったらね、次回の調和数列の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。